牧野富太郎博士です。このロゴがもうすぐ街中にあふれるかもしれません。県内の企業が中心となり、牧野博士ブームを後押ししようとプロジェクトを立ち上げました。帽子、蝶ネクタイ、丸眼鏡のカラフルなロゴマーク、県出身の牧野富太郎博士をモチーフにしています。来月から始まる牧野博士をモデルにした朝ドラによる観光を盛り上げようと、県内の企業が中心となりプロジェクトを立ち上げました。その名もみんなで牧野さんプロジェクト。みんなで牧野さんという書体には、牧野博士直筆の手紙などから選び取った文字が使われています。企画とデザインを担当したのは、砂浜美術館のプロデュースなどで知られる梅原デザイン事務所のデザイナー、寺崎博之さん、27歳です。学術的にというかアカデミックな印象でちょっと地味めに描かれることが多かったと思うんですけど、そうじゃなくて、牧野さんってもっとこう人となりがすごく明るくてチャーミングな人だったんじゃないか、それをデザインで起こせないかということで、このカラフルな牧野さんのシルエットと、あと牧野さんが好きだったと言われるバイカオーレンをモチーフにデザインして展開しています。バニラアイスのパッケージや蜂蜜入りのバームクーヘンの箱にもロゴがあしらわれています。現在参加しているのは県の南以外の13企業。このロゴを使って牧野博士をモチーフにした新商品や限定パッケージの商品を売り出すほか、特設の販売スペースを設けてこの機運を盛り上げます。もう一回牧野さんの背中を見て、みんなが足元に目を向けるっていうのが、高知からこうムーブメントが起きたんだよっていうことを、もっとこう高知の人には誇りに思ってほしいですし、県外の人たちにはこうそんなすごい人が高知にいたんだってことを知ってもらう、明るく皆さん盛り上げていくっていうのを、そうですね、ドラマと一緒にできたらなと思ってます。オリジナルの紙袋も完成しました。こちらは参加店舗で利用客に販売、もしくは無料で提供される予定です。みんなで牧野さん。いや、シンプルながらも親しみのあるデザインで、これは本当人気出そうですよね。本当ですね。高知市の土佐の里アグリコレットや道の駅四万十東和では、これらの商品を扱った販売スペースが今日から設置されています。